暮らしだす東北伝説機構。岩手大学の南に位置する農学部キャンパス内、西洋の桃皮、もみなどの木々の森をコンセプトにしている樹木群の中に岩手大学農学部附属農業教育資料館はある。この資料館は明治期に設置された国立の専門学校の中心施設のうち現存する数少ない建物の一つだ。改造が少なく保存状態も良好であったことから、平成6年には国の重要文化財の指定を受けた。農業教育資料館の建物は明治35年に日本で最初の高等農林学校として設置された盛岡高等農林学校、現岩手大学農学部の前身の本館として大正元年に建てられたもの。工事の設計管理は文部省の谷口かなえ氏が担当した。外観は鮮やかなクリーム色の外壁で、細長い窓を持つ洋風建築は見る人の心を奪う。青森ヒバを用いた明治後期を代表する木造2階建てのこの建物は、正面中央に玄関を配し、1階には校長室、事務室、会議室を設け、2階は大講堂として学校の諸行事などに使われていた。岩手大学発足後は大学の本部として使用されていた。昭和49年に本部が今の土地に移転してからは老朽化により一時は取り壊しという話も出たが、歴史的建造物の修復保存の声が上がり、同窓会の寄付などにより修復され、昭和53年に農業教育資料館として再活用されることになった。建物内部の校長室や大講堂も当時の姿を復元し、シャンデリアなども当時のままで大正時代の雰囲気が漂う。隣接する盛岡高等農林学校の門番所と旧正門も歴史あるものだ。農業教育資料館は詩や童話、教育、農業、科学と多彩な活動を繰り広げたあの宮沢賢治が大正4年から9年間在籍したことでも知られている。宮沢賢治は人を引きつける独自の笑顔の真面目な学生で成績も良かった。賢治自身も日々出入りしたであろう資料館内には賢治ゆかりの資料室がある。学生時代の写真をはじめ、賢治が興味を持って勉強していたという地質や土壌学についてまとめた調査報告書、文芸同好会同人誌アザリアや卒業論文、恩師宛てた手紙など数多く展示されている。建物の正面右手前には盛岡高等農林学校時代以来の創立100周年の記念の一環として岩手大学農学部の同窓会が宮沢賢治のモニュメントを作った。大正15年初めに農学校付近の畑で撮ったと言われている写真をモチーフに、帽子をかぶって佇む賢治の全身のモニュメントである。横に広がるデザインは賢治の精神が未来へとつながっているイメージを表現している。賢治の志を後世に残す者たちに受け継いでほしいという願いが込められている。またこの施設が建っている一帯は岩手大学農学部の附属植物園でもあり、緑豊かな庭園の中心にある北水の池と色鮮やかな洋風建築の作り出す風景は訪れる人の心を癒し、休日にもなるとたくさんの家族連れの散歩コースにもなっている。